自民党の派閥の政治資金問題を受け、与野党は今日、参議院の政治倫理審査会をあさって開くことで合意しました。安倍派の世耕弘成前参議院幹事長、橋本聖子元オリンピック担当大臣ら3人が出席します。国民の皆さんに政治不信を招いてしまった、この責任は大変大きなものだというふうに思っておりますので、その反省も含めてやはりしっかりと説明責任を果たさせていただきたい。参議院の政治倫理審査会では午前11時の締め切りまでに安倍派の参議院議員ら32人に出席の意向を確認し、世耕氏、橋本氏と西田昌司参議院議員の3人が出席を申し出ました。これを受け、与野党はあさって参議院の政倫審を公開で開くことで合意しました。まあ、その3名というのはその第1弾ということではないかと思います。それで終わる話ではないと考えています。政倫審は出席の意向を示さなかった残る29人に対し出席を求めていくことにしています。一方、衆議院の政倫審をめぐっては、安倍派の事務総長を務めた下村博文元文部科学大臣が、田中政治倫理審査会長に出席するとの申し出書を提出しました。下村氏は記者団に対し、丁寧に説明したい、できるだけ早く政倫審を開いてほしいと述べており、早ければ来週にも衆議院の政倫審が開かれる見通しです。下村氏はキックバックの復活について話し合ったとされる安倍派幹部の会合に出席しており、説明が注目されています。